新年が明けました。まあ、あえてですね、おめでとうございますとは言わないでおこうかと思います。それはね、新年早々ね、大変な災害があったりね、事故があったり、と続いておりますのでね、あえて、まあ、その言葉は使えないで、おきたいと思うんですけれども、まあ、空並みですね、今1月ももう半ばに差し掛かろうとしておるんですけれども、実は新年、初乗りで、ございます。はい、V7 ストーンを選んで、きました。実はですね、今日からですね、僕は、まあ、自分のマナ娘とタンデムで、走っております。はい、気持ちだけですけどね。まあ、そしてね、これからはずっとこの娘とね、タンデムをして、いけるかなというふうに思っております。今日はね、ちょっと暗い話になってしまうかもしれませんけれども、一つね、お付き合いいただいたらと思います。はい、バイクに乗るの、久しぶりですね。1ヶ月ぶりぐらいになるかなと思います。はい、今年初乗りになるわけなんですけれどもね。はい、まあ、空波にはですね、まあ、あまり動画とかには出てきてないんですけれども、まあ、約13年間ですね、はい、本当に寝食を共にしてね、生活をしてきました。犬が、はい、おりました。はい、名前は花ちゃんという名前なんですね。これ前、過去にですね、空波が東京で、飼っていた犬がいましてですね、これがシーズー犬だったんですけれども、この名前がナナちゃんだったんですね。でナナちゃんを連れて一緒に三重に来たんですけれども、その数年後ね、年老いていたナナちゃんは亡くなりまして、で新しくね、我が家にやってきた、はい、犬が、花ちゃんだったんですね。名前は、家内がつけてくれました。嫁さんがね、まあ、奈々ちゃん、の次なんで、8の名でね、花ちゃんというふうにね、名前をつけて、くれたんですね。で、この犬がね、本当に、可愛くてね、僕はもう猫っ可愛がりしてましてですね、まあ、メスなんですけれどもね、僕に、娘がいなかったもんですからね、2人とも息子だったものですから、本当に僕にとってはですね、娘のような存在でした。で、次男が2歳ぐらいの時だったかな、はい、に我が家にやってきたんですけれどもね、本当に長男次男、まあ、そして、長女というような感じでね、花ちゃんを、まあ、本当に大切にしてきたつもりなんですよね、僕自身は。でね、今年の年末に入ってからですね、まあ、急にね、こうなんていうのかな、倒れてこうな痙攣をしてね、キャン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 というような感じで、泣くような素振りを急に見せたものですから、病院にね、連れて行ったんですよ。まあ、そうしたらね、まあ、子宮蓄膿症っていうんですかね、子宮にこう膿が溜まってしまう病気であることが、分かりました。はい、まあ、それでその病気っていうのはちょっと怖い病気で、手術をね、しないと、まあ、完治しないと、まあ、抗生物質もほとんど効かないというような状況なんですけれども、まあ、うちの花ちゃんもね、もう心臓がちょっと弱っていたんですね。まあ、子宮蓄膿症っていうのはその、バイ菌がね、血液にこう流れてしまって多臓器不全を起こしてしまうような病気なんですけれどもね。まあ、もう先生もね、13歳なので、全身麻酔で手術を今のこの心臓の状態でね、してしまっては、もう無理だということだったんでね、まあ、投薬だけ、という形に、まあ、方針を決めたんですね。でその時に、まあ、もうこのことはね、別れが近いんだろうなという、僕はことは分かっていたんですけども、やっぱり
家族にはねちょっとなかなか言えなくて、で、注射を打ったりね、するとこう元気になるんですよね、2,3 日はね。で元気になっていつも通りの花ちゃんに戻るんですけれどもね、やっぱり、数日するとまたね、具合が悪くなってくるっていうことを、まあ、繰り返して、いたんですね。でまあ、花ちゃんはですね、年を取ってからですね、まあ、皮膚のこう湿疹というか、まあ、痒みに悩んでいてね、まあ、薬を飲んでいたんですよね。でその薬っていうのがやっぱり、先生がおっしゃっていたのを今思うとね、免疫をこう下げてしまう薬なのでっていうのを言われてたんで、まあ、そういったようなこともね、まあ、大腸菌とかそういうものがこう関係するっていうふうに子宮蓄膿症に関しては読みましたのでね、まあ、もっとこう気をなんとかこう使ってあげられなかったかなっていうのがね、最後の最後まで、悔やまれるところだったんですけど、まあ、僕としてはまあそんなに突然にね、別れがやってくるとは、思って、なくてですね、で、年末ですね、まあ、年は越せるだろうと、まあ、少なくとも1月はなんとか今の状態であれば注射を打つとね、良くなるんで、大丈夫かなっていうふうに思ってたんですけどもね、まあ本当にさっきのさっきまで元気に歩いて、たんですけれどもね、僕がお風呂に入って、出てきたあたりも歩いてたっていうんですよ。で、まあ、僕が体を拭いてね、パジャマを着て、まあ、ほんの30秒ぐらいの間じゃないでしょうかね。で服を着たんでね、また花ちゃんの様子が気になったんで、花ちゃんどこって言ったら、仏壇の前の方に歩いて行ったよって、家内が言うんでね、行ってみたらですね、もう意識がなくなって、ましてですね、もう体がぐたーっとしてね、もう息も絶え絶えのような状態でした。もうその時がやってきたんだって、いうことは僕はもうすぐに理解したんですけどもね、まあ話を知らなかったやっぱり家内とか子供次男はね、何が起きたんだろうって本当にびっくりしててね、まさかそのまま花ちゃんが死んでいくとは思ってなかったんだと思うんですよね。まあ、僕は、もうその時がお別れの時が来たんだなっていうのは分かったので、花ちゃんをね、しっかりとぎゅっとね、腕の中に抱きしめてね、まだ息はちょっとしてるんですよね、絶え絶えですけどね、息はしていたので、耳元でね、大きな声でね、花ちゃんありがとうな、ありがとうな、ありがとうねって、ずっと僕は言い続けてました。はい、そして最後の方でね、だんだん息をする回数もね、本当にはっっていう浅い呼吸がね、時間が空くようになって、最後の呼吸をしたあとはね、もう呼吸をしなくなりました。まあ、僕がね、僕の花ちゃんを抱いている様子を見てね、嫁さんも息子もね、まあその時が来たのだということをね、察して、はい、まあいつも通りね、花ちゃんが寝ている場所の、寝ている座布団の上にね、花ちゃんを寝かせてね、一晩、過ごしましてね、翌日に、こう焼いてもらえるところにね、行こうと思ってたんですが、まあ、翌日はちょっと休みでね、はい、一日、本当に花ちゃん、まあ、体が痛んで来ちゃいますからね、冷たい、本当に寒いだろうけどね、冷たい、保冷剤を入れてね、衣装ケースのようなものに入れてね、本当に、外のね、ベランダで、昼間過ごしてもらったんですけれどもね、まあ、さすがに夜はですね、忍びなくてね、そんな暗い、ベランダのところでね、
しかも保冷剤みたいな冷たいものに巻かれてね、寝かすのがもう忍びなくてね、もう家の中でね、はい、まあ線香をね立てながら、はい、保冷剤でね、冷やして、いてもらいました。はい、で翌日ですね、まあ火葬場、ペットの火葬場に行ってね、今はですね、ちゃんとお葬式もしてくれるんですね。お葬式してもらって、はい、で、最後のお別れをしてね、はい、最後、まあ、僕は、朝起きるとね、まあ、一緒に寝てるんですけどね、必ず花ちゃんの頭を撫でてね、おはようって、言うんですよね。で寝る前はですね、まあ、彼女はですね、本当に手間がかかる子でしたので、薬をね、皮膚の薬を塗ったりね、目が乾きやすいのでね、目を精製水で、洗ってからね、抗菌の目薬をしたりね、まあ紐のね、手入れをしたりね、本当に毎日やってたんですけどね、まあそれと同じことをね、してあげて、最後ね、送り出しました。で彼女がね、怖がるとね、まあ狭いところに入れて焼かれるわけですからね、怖いだろうなと思ったんで、僕がね、前日まで使っていた枕カバーをね、彼女にかけてあげて、まあそして今まで着ていた服や好きだった食べ物、それからお花、そういったものをね、たくさん引き継ぎに入れてあげてね、最後の、お別れをしましたけれどもね、毎日ね、僕は家を出るときはですね、恥ずかしいことなんですけどもね、いまだに家内とキスをするんですよはい、お恥ずかしいですけども、でも寝る前はねいつも、花ちゃんとキスをしていたんですねはい、で最後のね、キスを、はい、花ちゃんとしまして、花ちゃんとお別れをしてね、はい、来ました。まあショックでね、心の中に本当にぽっかり穴が開いちゃってですね、もうバイクにも乗る気が全くしなかったんですよね。でも1ヶ月間、開いてしまいました、オートバイも。まあただね、まあいつまでもそうやって塞ぎ込んでいるわけにもいきません。生きてるものはね、生きていかなきゃいけないんですよね。はい、死んだものの分まで、はい、ですのでね、今日は、本当に、まだこう、気が晴れて、いるわけではないんですけどもね、こうやって、オートバイに乗ってね、出て、参りました。本当にね、手のかかる子だったんですけどね、その手のかかる部分がね、まるで全部1日のルーティーンからなくなってしまうとね、こんなに辛いもんなのかなっていうのがね本当にね、感じてますよ。本当に悲しくてね、本当に辛くてね、この1ヶ月間ですね、まあ、花ちゃんのことを思い出してはですね、じわ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 と涙が出る、そんな日を、まあ、過ごして、おりました。でもね、僕はね、いつも自分自身に言い聞かせていることがあって、まあ、これは皆様にもね、よく動画で、言っている言葉ではあるんですけれども、人間はね、どんな状況になってもね、どんな時でもその中に、よかった、よかったっていうことをね、探していく、これが、本当に生きていくヒントだと僕は思っているんですね。ですからね、いろいろとね、その自分の娘のように思っている、その犬がね、死んでしまったっていうことをの中にね、いいことをね、探しました。でもね、なかなかね、本当に大事にしていた本当に家族です、僕にとっては。それをなくしたっていうことに関して、その中にいいことなんて探せっこないんですよね。どんなに考えても辛いんですよ。
でもそれでも僕はその自分のね、家族の花ちゃんが死んだということに関してその中に、唯一良かったと、思えることをね、探しました、それがね、冒頭で僕が言わさせていただいたことなんですけれども、これでね、僕は彼女とね、ずっと一緒にタンデムができることになったんですよ、今まではねできなかったです、ワンちゃんですのでね犬を乗せるわけはにはいきませんでしたから、オートバイにですね自分の娘を乗せることはできない犬を乗せるってことはできなかったんですけどね、彼女はですね、死んで肉体を失って、魂になってね、初めて本当の意味で僕の娘になったんだと思うんです。そしてね、こうしてね、このキーホルダーの中にね、花ちゃんの遺骨とそれから、紐をですねを入れさせていただいて一緒に走ってます。これでいつでも僕は花ちゃんとねタンデムで一緒に走れるようになりました。自分の娘とね一緒にこれからもずっとバイクで走れることになったんですね。はい、これはね本当に僕にとってはいいこと、唯一見つけられたいいことだと思ってます。Yeah.